ビオルナ系のクレマチス、富士香りが開花しました。この株は今シーズンで7年目になりました。いつもはもっと深い濃い紫で咲くのですが、今年は去年と比較するとやや淡い色合いで咲いています。花姿がとても地味深く、奥行きのある光沢を帯びた古代紫色が麗しく、背筋がピンと伸びた女性のような気品のある壺型クレマチスです。今年の草丈は約80センチほどで、花茎は2センチほどです。成熟した株なので安定した開花をしてくれて、とても安心感があります。細葉の服用をたくさん展開して、繊細で涼しげな草姿をしていますが、木立性ビオルナ系の中では強健でとても育てやすい壺型クレマチスです。七分咲き程度で早めの剪定をしてあげれば、夏の三番花まで楽しむことができます。夏以降はほぼ開花しないので、秋にしっかり鱗皮を施して来年の新芽の発達を促します。壺型を始める方に私が特におすすめする通好みのクレマチスです。